江戸川バス体育館にやってきました。ということは今日はスポーツに挑戦ですね。そう、今日はビーチボールに挑戦します。ビーチボールって砂浜でやりませんか？それはビーチバレー。ビーチボールは1チーム4人でやるスポーツということで、今日は頼もしい助っ人に来てもらいました。シティスタジオの制作スタッフの千春ちゃんと広報課の八津さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日は力を合わせて頑張りましょう。おこんにちは、よろしくお願いします。今日はビーチボールに挑戦しに来たんですが、はいはい、どんなスポーツなんですか？ビーチボールってあの浜辺で使うあのビニール製のボール、それを使って4人制で行うあのバレーボールに似たスポーツなんです。富山県の朝日町で生まれたスポーツビーチボールはバドミントンのダブルスコートを利用して行われ、2つのチームがコート上でネット越しにビーチボールを打ち合い、点数を早く得点することを競います。試合は1セット9得点で行われ、3セットマッチで2セットを先取したチームが勝利します。ボールが柔らかいですから、あの子どもからお年寄りまで誰でも行えるという本当に簡単なスポーツです。じゃあ早速教えてもらってもいいですか？はい、じゃあやりましょう。はい、エンジンパス、丸く円を描いてください。はい、じゃあパスをします。ということで、はい、まずはパスの練習。バレーボールと違ってボールが柔らかいから怖くないですよね。ね、突き指の心配もないしね。はい、あ、ほらできてる。はやろさんうまい。まりちゃんもうまい。ビーチボールって海で遊んでいることを思い出しませんか？ね、楽しい気分になるよね。はい、とっても入りやすいスポーツだから、これならなんとかできそうかな。そう、はい、上。はい、それではね、次サーブの練習をしましょう。はい、でこのボールのサーブは平手打ちが一番あの安定感ありますから、平手で打つんですけれども、サーブを打つゾーンがあります。このサーブラインとこのコート、こちら側、はい、この、あのどこでも打っていいんですけど、前後関係があるので後ろの人の前にいます。でこのサーブラインに平行に足を向けて、ここから打つわけですね。お、結構飛びますね。はい、で打つ前にやはり4人の関係がありますので、はい、サーブを打つ、コートへ順番に並ぶんですね。はい、順番に4人の位置を作ってください。はい、1、2、3、4。はい、こちらもう一人。はい、はい、それでここからサーブを打ちます。はい、まずは思い切って向こうのコートを入れます。まずは私から。サーブはアンダーサーブです。初めてなのに入りましたよ。おー、うまいね。おー、いいぞ。じゃあ一つ回ってみましょう。はい、はい、時計回り。そして次は私のサーブ。はい、次のサーブ。はい、ここ平行にですね。そうです。はい、どうかな。え、あれ、綾乃さん。はい、膝を使って思いっきり向こうへ。はい、でもね、でもね、次見てて。そうです。よし、はい、ほら入ったでしょ。はい、なんか心配だな。そして次は千春ちゃんのサーブ。はい、ラジオに平行に立って思い切って打ってください。お、いいサーブ。お、入りました。千春ちゃん運動神経がいいんだね。お上手ですね。はい、じゃあもう一つローテーションしましょう。そして次は広報課期待の星八津さんです。簡単に入りますね。お、うまい。今サーブ皆さん打ってあの全員入ってましたので、やはりゲーム練習何でもそうなんですが、入れるっていうのが第一なんです。だから手によくボールをミートさせて今のように入れておけばゲームはすぐできます。すごいいいサーブでした。はい、サーブが終わって今度はアタックです。
てアタックもサーブは下から打ちました。それが上から打つのがアタックです、はい、難しいことないです。こうなってたのがこのまま上がって打つという、でポカンと強く打つのもいいし、それからポンと当ててフエントのように弱くする、それもアタックなんです。ですから強く打てないからダメだとかっていうことなく、手がボールにミートするという部分で、アタックやってみましょう、はいはい、さあ今度はアタック練習、はい、ネットの高さは180センチ、小柄な私でも相手コートに返すことができましたよ。まりちゃん上手だね。そうですか、うん、楽しそう。そして私もアタックに挑戦。あれ綾乃さん飛んでます？あ、飛んでないね。なんかかっこ悪いね。でもできてるでしょ。次は千春ちゃん。千春ちゃんうまい、ね、背が高いからいいよね。音が違うね。本当だ。そして八木さんはというと、そう、すごいね。いいアタック、フォームが綺麗です ね、 ね、うまいね。そう、これはすごい、おいいです、すごいですね。八木さんドヤ顔ですよ。まあまあ、で、あれだけ打てたらやっぱりスカッとしますよね。そうですよね。これだけやれたらもう本当いいと思いますよ。パスができて、それこそサーブが入ってアタックができたらもうすぐゲームできますね。ゲームやりましょうね。ゲームやった方が楽しいと思います。はい、お願いします。いよいよゲームに挑戦。今回は1セットマッチラリーポイント制で行います。最初はグーじゃんけんポン、勝ちました。サブ券取ったよ。よし頑張ろう。はい、頑張りましょう。まずは私のサーブから。やった、おお、すごい、ポイント入りました。頑張ってるね。そう、ナイスサーブ。繋がってる。はい、来るよ。はい、ごめん。そう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 。はい、来るよ。打っちゃえ。おお、かっこいい。これで私たちのチームが3点を先取したんですね。繋がってます。私、あら、矢野さん、焦っちゃったんだよね。はい、チャンス、そう、よっしゃ、よっしゃ。でもなかなかいい試合になってるよね。そうですね。多いとこ、いいよ。ああ、だんだん体が重くなってきてるんですよ。はい、入った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 。はい、すごく来て、はい。そういえば皆さんちょっと優しくボールを返してくれてたんだよね。そうなんです、アタックを打ってこないんですよね。よし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 、続いてる、続いてる、来るよ、チャンス、そう、はい、トス、やった、あー惜しい。はい、チャンス、そう、そう、来るよ、はい、前、気がつけば逆転されていて、マッチポイント、はい、9対5で負けてしまいました。残念。でも楽しかったですよね。今日ビーチボールやってどうでした？私たち本当に初心者なのに試合することができて楽しかったですよね。楽しかったです。ああ、それは良かったです。ビーチボールはここ江戸川橋体育館でも金曜日の午前中開放やってます。多くの方がまた練習に来ていただいて、皆さんとまたビーチボール練習いたしましょう。そうですね、多くの方に体験してもらいたいですね。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。